はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、ありです。KC カップ、お疲れ様でした。本日はですね、私が KC カップで使用したデッキパート2第2弾ということで、このアマゾネスハーピーデッキ、こちらをご紹介していきたいと思います。ファーストステージで主に使ってたんですよ。ファーストステージのね、レベル10ぐらいから、18とか19ちょっと手前ぐらいまで、使ってました。勝率そこそこですね。何デッキかっていうと、アマゾネスハーピー超絶クジャクマイデッキ回です。はい。好きなデッキをね、いろいろね、考え方あるんですけども、KC カップの考え方。やっぱり強いデッキを使うのがやっぱり正義だと思うんですよ。基本的には勝つことが目的なんで、あの大会は。なんですけども、エンジョイ勢はやっぱどっかにエンターテイメント性っていうのが欲しくて。なんで、僕はいつも KC カップは、なんか意味わかんないデッキとか、なんかそのネタデッキみたいな、エンジョイデッキみたいなのを使って突破するのが、結構趣味になってるんですけども、今回はこのザクジャクマイデッキ、これを使って突破しようと思って頑張りました。で、強かったんですよ、普通に。で、これ突破できちゃうなと思って、強すぎるなと思ったので18くらいで使用するのを控えたっていう感じですね。で、本戦でも少し使いましたね。はい。本戦本当にちょっとあったんで、ほとんどファーストステージで使ったって感じなんですけども、ギミックはね、アマゾネスとハーピーを組み合わせてるっていうデッキですね。これ一回なんかどっかで動画でね、ファンデッキみたいな感じで紹介したと思うんですけども、アップチューンして、ほとんど一応変わってないけど、枚数がちょっとだけ微調整されたって感じのデッキになってますね。で、アマゾネスギミックがね、やっぱね、弱いんですよ。正直あんまいらないですよね。あんまりいらないですよね、ここ。なんで、なるべく少なくしまして、ハーピーに寄せました。ハーピーの方が基本的には強いので。で、ネオスフュージョンっていうね、このネオスフュージョンを入れることによって、カバーリングしていくってことですね。初動の少なさっていうか、を。で、ハーピストを送ったりとか、ペットタイガーを、ベビータイガーか、を送ったりとかして、補助していくって感じですね。墓地からの効果をね。で、手札を捨てるカードですね。ヒステリックサインとか、これを捨てなかったので、一応、サーチしてきたネオスフュージョンとかも捨てなくて、一応こういうね、カード入ってますけど、この辺をもう少し汎用札に変えてもいいかなと思いましたね。ライトニングボルテックスは、なんか調子乗ってきたブルーアイズを処せるんで、入ってるんです。お守りみたいな感じで入ってるんですけども、サンダーブレイクとかインガ切断とか、この辺のカードはもうちょっと汎用的に1枚で強いカード。例えば、月の書とか、デモンズチェーンとかね。ああいうなんか、カードでもいいのかなと思いましたね。で、分断を入れてる時もありましたかね、確か。なんか、これね、結局ね、何が課題かっていうと、ハービーデッキ。ちょっと課題はね、打点なんですよね。打点。こいつは2600しかないと。なんで、これ、カリバと、一応これ、カリバの効果で、300ポイント、200ポイントか、200ポイント上がって、で、こいつで300上げれるんで、一応500上がって3100はできるんですけど、カリバは自分で割っちゃうことも結構多いので、なんだかんだ、絆の力が相性いいみたい、実は。僕はずっとハーピーのカリバを使っていたんですよ。なんですけども、これ、絆の力にすると、スクラッチクラッシュの打点が3100にできるんで、簡単にこいつと合わせて。なんで、正眼の横3000とかを抜けるみたいなことがあるらしいんですよね。なんで、皆さんよかったらね、絆の力の方も試してみてください。僕はマイさんで使いたいんで、ハーピーのカリバにしてますけども、普通に使うときは、絆の力で使ったら結構強いかもしれないって感じですね。あと、この辺のカードは、自由枠っていう感じ。はい。早速、ご覧いただきましょう、実践を。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、海馬社長ですね。よろしくお願いします。デュエル3倍。本当に多い。本当に多い。本当に多い。海馬社長が。無限にいる。社長しかおらん。どんだけ正眼強化する。もういいだろ。もう正眼はやめてくれ。そしてネオス、どんだけ手札に来る。お前さ、初手に来すぎなんだよな。毎回毎回。さすがにパフューマー。ネオンちょっと硬いんで、一応耐えれると思いますけど、ワンキルはないでしょ、さすがに。いや、本当にね、海馬だらけなんですよね。おそらく KC カップセカンドステージでも海馬がめちゃくちゃいるんでしょうね。上位陣にいるかどうか知りませんけども、結局いっぱいいるデッキっていうのはメタられますから。でも、あんまりいないデッキが上位に行くっていうのがあるじゃないですか。ちょっとね、KC カップ、はいはい、もう初手で目覚め聞いてるのマジ犯罪、本当に犯罪。調和か。中南王いんのかな。あれね、いっぱいいると結局メタられますからね。
なかなか難しいと思いますけどね。同じようなデッキを使うと結局ミラーが増えるしね。ミラーはさすがになんか、若干じゃんけん要素が、まあ、大きくなるしね。はい。で、オルタナティブで、まあ、ネオスを対象取って破壊しようとしてくるが、ネオスフュージョンに耐えていく。はいはい。モンスターを召喚、モンスター効果。はい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 。青木の剣士、OK。さあ、およそ最強のムーブをされていますよ。さあ、太鼓の白石も手札に加えていく。およそ最強そのムーブ。今、アマゾネスの吸収、クソ腐ってる。これでも勝っていくぐらい腐ってる。世界一腐っております、このカード。一応、フリーチェーンで開けられるんで、ハーピーレディスクラッチクラッシュとかの効果を、まあ、好きなタイミングで打てるっていうのは結構強いんですよね。それ以外にはあんまり使わないんだけど、言うてかなりアマゾネスのギミックを絞ったので、まあ、ハーピーが強いから、結局ハーピーに寄せないと勝てねえっていうのがあって、アマゾネスの吸収なんていうカード使ってるの環境的に遅すぎてトラップカードなんだあれ。なんでもうガンガン魔法カードで動けないときついから、長えな。何考えてんだ。え、てか、オルタナティブの効果使わんの？オルタナティブの効果は一回使った方がいいと思うけどね。さすがに一回。はあ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 。なんで使わんかったのか分かんないけど、まあちょっと、セカンド、もうギリギリのファーストステージなんで、ね。さあ耐えていくぞ。もちろん耐えるぞ。それはもちろん耐えていく。で、あとは相手がどのぐらい甘えてるかなんですけど、こうしてで狩り場破壊するしかない。で、パビマ効果、ですね、これ絆の力にしてると西岸は抜けるらしいです。どうやら3000、守備3000をハーピーレディ1出してきて、打点が300アップすると2900で、傷の力で、200上げるから3100になるっていう。それで西岸を抜くっていうのがなんか主流みたい。ハーピーは、まあ、僕はハーピーの狩り場好きなんでハーピーの狩り場使ってますけど、ね、これなんか傷を抜けるとそれはそれで強いっていう話らしい。さあ、万華鏡華麗なる分身の効果を発動。万華鏡華麗なる分身によってハーピーレディ1を特殊召喚。狩り場は狩り場でね、高校初手でいきなりバック割れるから相手の癖を牽制できるっていうのがありますよ。まあ、強い弱いはいろいろあるけど、まあさすがに西岸抜けなくて絆の力の方が強いとは言われている。そしてハーピーレディスクラッチクラッシュを特殊召喚。あれ、いいんですか。2500攻撃表示ですけど、両方とも攻撃力勝ってますよ。さあ、結構甘えた盤面ですね。癖もないし、ヒステリックサインの効果だけは使ってきますか。使う必要もセーブないか。別に使う、一応使うか。一応使っても別にいいのか。でもなんか手札捨てるかもしれないじゃん。なんかもしかしたらあるかもしれない。まあ、でもこのターンで勝てます。今からね、令和ムーブをしますから見ててくださいね。スーパー令和ムーブをします今から。で、これでまあ銀龍になるじゃないですか。銀龍になりますよと、まあ、銀龍になったらプレミアなんですよ。で、銀龍の効果発動するじゃないですか。で、ここでアマゾネスの吸収を発動して、この効果に転移してハーベルディスクラッチクラッシュをの効果を発動すると、なんと銀龍は対象に取れるんで、今の段階では戻ってしまうというね。これね、これぞ令和ムーブよ。今のは変身したら負けっていうね。っていうか、だったらヒステリックサイン使いみたいなとこある。まあこんなもんよ。さあ、お相手の方、お、シャークさん5連勝中 VS6 連勝中。これは激アツの試合が見れそうだぜ。魚か、魚は鳥に食われる運命だからな。魚は好物ですよ、私。お魚は好物です。ハンドはですね、ライトニングボルテックスが偉いですね。これ、深淵の指名者ね、深淵のに潜むものをしょれるんで、なかなか、そういうところ。ただ、若干弱いのは、そのハンドに今、ハーピーカードないんで、ちょっと展開できないなみたいなところですね。まあ、一応、コトラ捨てるっていうね。ムーブはできますけども、ライトニングボルテックスで弱い。あ、まあ確かに。でもハーピーの狩り場あるからな。ハーピーの狩り場あるとやっぱちょっときついよな。これはさすがにライトニングボルテックス打つぞ。ライトニングボルテックスの効果を発動。アマゾネスペットタイガーを押して、お前のモンスター効果発動。あ、いい。まあそれはもうしょうがない。もうそれ全然いい。もう全く問題ない。で、破壊されて、で、重装兵の効果でハーピーの狩り場が割れる。これで一応相手はバックスレーズに行くことかな。で、これでね、一応ね、あの相手のバックを構えられないようにできるんで、牽制できるんで、まあそういうメリットはありますよね。さあ、ぶん殴っていく。ちなみにもう出せません、アマゾネスモンスター全部引いちゃったんで
サンジーマイデッキやのにさ、全部アマゾネスモンスター引くな。あれこいつなんか弱くねってなってるだろうな、多分アマゾネスプリンセスの方が使わんのかーいってなってるだろうな。カード1枚伏せて、伏せていく。まあ、仮払ったから捨てられなかったカードを今伏せてかけてみたのね。それは私のターン。チャネラー行っても意味ないんで、これレベル合わないんですよね。あの王女がレベル4だったらめっちゃ強かったんだけど、これどうしよっかな。これでも全部通ったら勝ちなんでね。あ、隕石か。はあ、はあ、はいはい。でチャネ、あーはいはいはい、なるほどね。警戒ね、警戒。スクラッチクラッシュ警戒ね。はい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 。そしてさあ、モンスターでダイレクトぶっかましていく。でアマゾネスの吸収の効果発動。バトルフェーズ中に手札からアマゾネスモンスターを特殊召喚し、特殊召喚したモンスターは攻撃力が500アップする。さあこれは強い。いけ、アマゾネスのペットタイガー切り裂け。おやるじゃないか。いやでも言うてって結構吸収2枚は強いと思うんだけどな。これ吸収2枚は多分強いと思う。多分モンスター召喚。おう、狙撃系いいだろう。狙撃系いいだろう。狙撃系何がする。狙撃系でダメージを与えるとデッキからなんか出せますね。何らかの海竜族を。お、いいだろう。モンスターで攻撃、いいだろう。バトルステップ、まあでもこれは普通に除外しよう。モンスター効果発動。そしてアマゾネスの吸収の効果も発動。お前その吸収の効果によってお前のモンスターを除外させてもらう。これで重装兵か。なるほどなるほどな、なるほど、やるじゃないか。頼む、パフィーマー来い。あー、まあ悪くはない。ネオスフュージョンの効果、そう、ネオスフュージョンの効果によってエレメンタルヒーロー誰とでもネオスと、ハーピーハーベスト、これ気持ちいいだろうネオス。これ多分相当気持ちいいだろうな、これ守備表示してバトルレーザー、いけ、ブレイブネオスの攻撃、誰とでもネオスパンチ。そしてブレイブネオスのモンスター効果発動。相手を戦闘で破壊した場合ネオスフュージョンを手札に加えることができる。さあこれによってハーピーハーピストの効果も発動。エンドフェイズ時このカードが墓地を送られた場合ハーピーパフィーマンを手札に加えることができる。そして次のターン、なんとハーピーレディスクラッチクラッシュはハーピーレディをチューナーとして扱うことができるが、相手方は誰でもいい。つまりやつも誰とでも寝る女、低層感が緩いぜ。やりまんとやりちんの盤面を整えてやるぜ今からな。行くぜ、よし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 、弱いぞドロー、行くぜ。ハーピーパフィーマーを召喚。ハーピーパフィーマーのモンスター効果発動。もちろん万華鏡を持ってくるぜ。そしてレベル4のアマゾネスペットタイガーにハーピーパフィーマーをチューニング。リミッター解放レベル8、いけー、ワーピレディスクラッチクラッシュ。そして手だからマギーを変えなる武士を発動。ワーピレディスクラッチクラッシュの効果によって相手のモンスターを1枚バウンス、最強。誰とでも寝るオスと誰とでも寝るメスが揃っていく。かっこいいこの盤面、なんか知んないけどスクラッチクラッシュすげー。5連勝中ヘルカイザー、何これ、サイバーか月光かかんねえな、どっちだろうな。5連勝中熱いじゃねえか、絶対止めてやるからな。絶対止めてやるからな。俺のターン、あーいいだろう。サイバネティックフュージョンサポートやめて、サイバネティックフュージョンサポートやめてください、お願いします。それだけは本当にやめてください、お願いします。月光だったら一応アマゾネスの吸収があるんで、まあ横にできればなと思いますね。こう、モンスターをサイバネティックフュージョンサポートやめてくださいって言いましたよね。やめてください、ニフセスするのやめてください。その後にコズミックサイクロンもやめてください。あ、3体出すのやめてください、やめてください、やめてください。ニフセスのやめてください、ニフセスのやめてください。全部言われた通りにするな、全部言われた通りにやるな、お前はめっちゃ光ってる。あーもう強すぎるだろ、どうやって勝てばいいんだよこれ。
ロマンソレスの王者出して、でもサーチは入れるよ、もちろんもちろんサーチは入れるけども、でこれでアマゾネスペットタイガーも出すけども、アマゾネスのペットタイガーを出すけども、ペットタイガーを出してよこして、でもこれあれだろう、どうしてさ、これマジでガンセしてさ、サンクセ全部抜かれたらマジでやばいよね。オーバーフローこれどうしたらいいの本当に。でこれサンクセして全部抜かれるっていうパターンあるよな。これサンクセして全部抜かれたら目も当たらないぞ。2100だろ。いやオーバーフローは内読みするしかないか。オーバーフローは内読みするしかないな。オーバーフローはなし、サイバーロードフュージョンだけあるみたいな想定するしかないよね。だってそれ以外あるないよね。いやーこれ両方あったらマジで終わるけどな。これどっちかと、どっちかと両方あったら本当に犯罪だよ。これセットしてステリックサインは捨てて、ぶん殴りに行って捨てて、ステルクサインの効果で3枚サーチだ。これでいくしかない。生ぬるい、あそれはリバースカード速攻魔法発動。やっぱ無理だわ。ちょどうやって勝つのこれこれさ、これやっぱおかしいってこのスキル。これなんで魔法カードだけでさモンスター3枚生成できるの。おかしくないこれ。これ絶対おかしいよ。これおかしいって、これおかしいよ。どうやら理解しちゃったな。そうだ、俺がデュエルリンクスだ。やかましいわ、やかましいわ。無理じゃん、俺アマゾンで女王入ってないもん。デッキに女王入ってったら耐えれるのかな。あ、でも耐えれるか。女王入ったら耐えれそう。え、待って、これ本当にやばい。さすがにそれはやばい、さすがにそれはやばいって。どうしよう、メインフェイズ2いいですか自分これ本当に無理、本当に無理。これどうやって勝てばよかったの、どうやって勝てたの。サンクステしたらだって今ので同じだもんな。はい、今テクランペクラマの効果2123連打。でもなんか耐えないこれ。ワンチャン、ワンチャン耐えるせんじゃない。あ、くたばれ